ああ、どうも、またお会いしましたね。え、お前は誰だ？やだな、僕ですよ。ほら、門の近くに倒れていた相続の死体ですよ。まあ、本編じゃ一言も喋ってないからわからないのも無理ありませんけどね。それにしても僕ってどうして殺されたんでしょうね。手首を切り落とされたってことはやっぱり賞金狙いだったのかな。僕そんな大物じゃないんだけど、犯人の人はちゃんと賞金もらえたのかな。次回獲得、お楽しみに。